サーブ93は、スウェーデンの航空機メーカーサーブの自動車部門が1956年から1960年まで製造した乗用車である。サーブ92の改良型として、2サイクルエンジン、前輪駆動方式、シクステンセゾンによる、協力的な車体デザインを継承しつつ、各部に改良が加えられた。93のエンジンルームやクリーナーは、 ノンオリジナル2サイクルエンジンは DKW 出身の技術者によって開発された新しい直列3気筒となり搭載方法も縦置きに改められデフが車体中心洗浄となった排気量は 748cc と9 2よりやや小さくなったが最高回転数が上がったため最高出力は33馬力に強化された スロットル全閉時のエンジン焼き付きを防ぐフリーホイール。機構も引き続き採用されているが、室内にノブが設けられ、走行中でも無効、有効の切り替えが可能となった。ラジエーターの位置は相変わらずバルカヘッド側で、冷却水の循環も対流式のままであった。これらは、寒冷な気候の北欧では、非常に都合が良かったが、輸出先の気温が高い地域では、 特に低速時のオーバーヒートが問題となった。デザイン的には縦型の大きなラジエーターグリルと拡大されたリアウィンドウが特徴となっている。先ソマット自動クラッチ、キャンバストップも選択可能であった。海外への輸出も93の台になって本格化し、アメリカ合衆国にも多数が輸出された。ただし当時の日本は外国車輸入が厳しく制限された時期にあたり、 サーブの輸入は途絶えていた。1957年型からは、全席に転式、シートベルトがオプションで装備可能となった。同年9月には改良型の93バイトが登場し、フロントウィンドシールドが二分割式から一枚ガラスに変更された。1959年後半には再び改良を受けた93回となり、ドアが GT750 と同じ前ヒンジに改められた。また、同年にはワゴンの95も追加されている。1960年には後継モデルの96が登場するが、93も継続生産され生産を終了した。累計生産台数は52,731台。ラリー装備の1959年型 GT750 軽量。高い車体合成。 優れたロードホールディング性や空力特性を生かし、小排気量ながらモータースポーツでも大きな成功を収めた。名手エリック・カールソンの運転により、1957年のラリーフィンランド1959年のスウェディッシュラリーに優勝するなど、93は特に北欧圏のラリーで活躍し、サーブという新しいメーカーの名を高めた。また、 1957年のミレミリア 750CC クラス優勝。1959年のルーマン24時間レースでのクラス2位、総合12入賞など、耐久レースでも構成。ありがとうございます。